これや、これどういうことなんやろ。わかんないんですよね。あ、体調悪く出先で寝込む夫だってよ。え？これだから真夏の感じやから夏なんやろな。だからまあ熱中症かなんかになって。え、これこそ夏腹？夏腹やな。夏後半によるご具合が悪い旦那を撮影して。SNS で晒すという夏原やな。うん。で娘さん、カタカナの娘さんな。あくまでもカタカナですよ。娘っていうのは娘、息子はカタカナですからね。娘ちゃんがパパ大丈夫みたいな感じになってるとこを撮って、うん、あげると、どこまで行ってもあげるとということですさ。夏原、所詮旦那は私のおもちゃみたいなね、感じなんじゃないですかね。感じなんですけどね。これあれですかね、そのせいで何にもできなかったから、またチョコレートでも買ってもらったんですかね。あんたが倒れるから、あなたが倒れるから、出先で倒れるから何もできなかったって。違う、こんな喋り方ちゃうわ。あなたが出先で倒れるから何にもできなかったんだよ。だからなんかリンツのチョコレート買ってねみたいな感じ。買ってねは言わないんじゃないですか。リンだから、とは言わへんのか。なんて言うの、うん、またリンク送るんじゃないですか。あー、そかそかそか、黙って LINE で、うん、あーだ LINE でな、あなたが倒れちゃうから何もできなかったじゃねーって言って LINE 送って、うん、うん、リンクが貼ってんやな、リンツチョコの。もしくはその時自分が欲しいものの、うん、リンクを貼ってんやな。うん、それが夏原や。それが夏原ですわ。ほんま熱中、これ熱中症かどうかわからないけど、まあ仮に熱中症やとしたら熱中症マジやばいからな。いや、それは知ってます。もうほんとやばいです。あ、取り返しつかん、例えばもういわゆる熱中症になってパーになるから、うん、頭が戻らへんから、うん、不可逆な場合があるから、マジでこんな、うん、場合やないと思うけど、こんなん撮ってる暇あったら救急車呼べって感じやわな、ほんまに。うん、確かにその通りですわ。あなたが熱中症やばい。ほんまに。いや、ほんとに。熱中症結構舐めてる人多いけど、マジ頭がパーになっちゃうんで。いや、私も舐めてたんですよ。舐めたらあかんで。いや、で、しかも私、うん、家の中にいたのになったんです。だからもう関係ないねんってば。もうそう、だから舐めてたんですよ。舐めてたらあかんよ、ね、もう本当に、あ、やばいこれはと思って、うん、っていうさ。でも、まあ、これはどう見ても夏の格好だから、うん、仮に熱中症じゃないにしても熱中症を疑って、もう即救急車やな、こんなもんな、うん、やばばあやわ。夏ごはんヤババア認定、ヤババア認定されました。さっきの5番が証明されてるって。ああ、ほんまやね、ほんとだ。精神なんちゃらだ。ほんまや、これ女の人が倒れてるとこを、こう旦那がな、それこそ、うん、妻が倒れてるとこを夫が取って、うちの妻倒れてるとかなってたら、そんなもんな、大炎上ちゃうんですかって話だな。ギャーならしですね。うえぇ、なんだなよみたいななるに決まってるやん。うん、中の穴ガリガリ、ほんまガリガリやんな、この人。あ、ガリガリやんけ、ほんま、その。旦那さんね。旦那。筋トレぐらいせえ、ほんま。大変なんやろうな、生活が。あ、それこそほら、車椅子持ち上げれば筋トレじゃ。ほんまや。100キロはきついぞ。100キロはきついぞ。でもまやわ、やばいやばい。確かにガリガリや。そら栄養足りてへんのちゃう。それこそ栄養足りてへんからこんな倒れてもんちゃう。ほんまほんまやね、ほんまやばいのにな。うん、でもご褒美とか、熱中症でやばかったらご褒美どころやないからな、マジで
パーになるから、死ぬんやったらまだマシなぐらいで、頭がパーになる場合があるからな、ほんまに。まあ、物理的にも精神的にも本当だよね。まあ、おそらく、それこそ奴隷状態なんです、でしょうから。こうやって夫の方が奴隷状態にされてんのはいいのかな。まあ、いいんやろな、多分、フェミ様にとっては。あくまでも妻が仮に、妻が自主的に喜んでやってても奴隷扱いすんのにさ、うん、夫がこうやって本当に奴隷扱いされてても、なんも言わへんのな。望んだ世界なんじゃないですか。そういうことなんやろな。怖い怖い。旦那を気遣うとフェミ中に仲間に叩かれるん、そうなんかもな。ほんま何でもかんでもあげるよね、この人。これがいつのやつかよく分からん。多分昔のやつなんやろ。やろうけどさ、やばいよね。極限プレイ、やばいやばい。 NHK のアナウンサーやったっけ、この給料もええやろに、この人がおらんくなったら給料入ってこへんな、 NHK からの。国民から巻き上げてる受信料という名のもとに巻き上げてる金を得てるわけやん。それが入らなくなってくるよな、こんなんやったらな。こんなん別にプライベートの出先で起こったことだから労災もクソもないやろうしの、うん、ようこんな写真撮ってる場合じゃないと思うんだけど、どうなんやろね。なもんかな。ひどいひどい、やばいやばい。他なんかありましたっけ。他弟子がくれたネタ、もう送りすぎて覚えてないんですよ。じゃあまあ俺も送られすぎてあんま覚えてないんだけど